次の標的についてハイサムと話そう。シグルド市長、やっと戻ったな。ああ、待ちわびたよ。待ちわびたか。ごく稀にだろう。え？時間をかけたのはわざとだろう。玉座はお気に召したか？頼まれたことをした。それで盾つく者を殺したか？それは事実じゃない。ランビーが説明してくれる。おう、あいつが愛しの妻、俺の野心を抑えるために差し出された女か。ああ、確かにあいつなら真実を語るな。あの魔女に一体何をされたんだ？見たことも知ったことも想像すらできないだろう。お前にはな。俺は神々より生まれし者、戦の王であり、ローマのマルス。自分のことも運命もよく知ってる。誰にも邪魔などさせない。兄上。すまない、めまいのせいだ。少し参ってるようだな。気にするな。戻ってからずっと来いよ。話をしてお願いね。わかった。さあみんな立て、乾杯しよう。今日という日を祝うんだ。ついに我らが市長が帰ってきた。彼の帰還を称え、今夜は。ランビー、シグルドはひどい目に遭ったんだ。分かってやってくれ。ええ、何があったのか想像もできないけど、フルケって女は残忍だったのね。虫唾が走る女だったが、シグルドを気に入ってるようだった。妙な話だ。どういうこと？シグルドのことを前から知ってて、私たちが知るよりはるかに偉大な男なんだと言ってた。それなのに拷問して狂気と死の淵まで追いやったんだ。なぜかはわからない。シグルドはきっと元気になる。そうしたら何もかも話してくれるわ。それまでは誰にも言わないでほしいんだ。その、私たちのこと。わかってる。今はその時じゃない。後悔や罪悪感があるわけじゃない。でもお互い気をつけないと。そうね。ありがとう。これだけは言わせてくれ。どんなに離れていてもお前を思ってる。わかってる。私もよ。バシム、一緒にどうだ？祝いはまたいずれ。今夜はどうも憂鬱でな。少しばかりここで一人物思いにふけりたい。ああ、わかった。シグルドの態度は気にするな。船では君のことを優しげに話していた。素振りで示す以上に君を信頼しているはずだ。ああ、わかってる。時期良くなる。さあ、宴を楽しめ。シグルドはどこだ？この地を調べてくれ。そこにいたのか、兄上。
ここで何してるんだ。探したぞ、シグルド。ダグは俺の名誉のために。ああ、そうだ。ならあいつはバカだ。俺の名誉は守らずとも揺るぎなく傷もつかない。やめろと言ったんだ、けど。過去のことはもう言うな。過ぎたことだ。いくら振り返ったところで元には戻れない。俺は試されたんだ、エイボル。血と炎の試練だ。そして受難の中で生まれ変わった。俺が弱くなったと思ってるだろうが、実際は違う。むしろ強くなった。心からよどみなく予言が湧き出し、原神が本当の自分を見せてくれる。受けた苦痛とてありがたいぐらいだ。シグルド、理解したいとは思ってるが、正直言ってることがさっぱりだ。バシムは気づいたんだ。フルケもな。奴は残酷だったが真実を教えてくれた。俺は以前の俺とは違う。お前の目の前で突っ立ってるだけの存在じゃない。もっとよく見ろ、エイボル。より深く。あの二人が見たものをその目で確かめろ。見えたか、俺の真の姿が。いや、意味がわからない。見ろ、これが神の顔だ。見えるのは真の友であり兄である男の顔だ。ようやく帰ってきてくれた。本来あるべき場所に。お前は優しいが過去で目が曇ってる。俺にはもう見えないものだ。お互いとうに別々の道を歩んでるのかもな。行け、もう一人になりたい。宴の席へ戻り、俺の分まで飲め。俺の名で来たるべき日々を祝うといい。風がランビーの元へと帰ると言ってるようだ。いい知らせを届けに戻ろう。会いたかった。昨日は何があったの？あなたとシグルド途中で消えたでしょ。シグルドは帰ってくるなり無言で寝室へ行ったわ。少し話した。いろいろ聞いたんだが答えがあまり返ってこなくてな。もっと言いたいこともあるんだが。知ってると思う？私たちのこと。いや、知ってたら何か言っただろう。シグルドは災難の全てを私のせいにしてる。助けたことにはまるで無関心だ。理解できない。でもあなたとは話をする。私とは口を聞かないのに。それでどうしたい？ただ一人を救うためにサセックスを焼き尽くしたが、かけ根なしに喜べる結果とは言い難い。そうね。同盟地図が見たい。
ヨルビックは？ハイサムによればそこにも3人の標的がいる。それが事実ならついてるわ。昔馴染みのヨールとリビナがヨルビックに定住してる。ノルウェーでは地位も影響力もあった2人だから、町の政治について深く知ってるかもしれない。仕事がはかどりそうだ。じゃあどうする？すぐ出る。ヨールとリビナの居場所は何かわかるか？新しい町に入るときは港を調べるのが鉄則よ。港の人たちは情報に通じてる。